グランフロント大阪のビル群が広がっています。その西側、左側には梅北2期の工事現場が広がっています。の新たな改札口を西側高架下に整備しています。のすぐ近くにある建設中の梅田三丁目プロジェクトビル仮称です。地下3階、高さ188メートル、敷地面積は約12000平方メートル、延べ床面積は約229000平方メートルです。主な用途は事務所、ホテル、劇場、店舗、飲食、物販、自動車車庫、公衆浴場。2階レベルに整備する歩行者デッキにより JR 大阪駅のサウスゲートビルと直結されます。交通量の多い道路をまたぎ建設中のビルとつながります。5階から8階となっています。2階レベルに整備する歩行者デッキ